今回のゲストは梅谷心さんです。梅谷心です。よろしくお願いします。17歳です、はい、なったばっかりってこと。17歳になったばっかりです。うわすごいです。もう全然疲れないですね。いやそうですね、寝れば寝て食べればめちゃくちゃ気がしますね。あれ食べ物何好きですか。お肉ですね。あ、元気になります。元気になります。お肉とご飯が大好きです、ね。17歳というと、まあ、一番影響を受けた歌手っていうのはどなたになるんですか。美空ひばりさんです。あら、じゃあお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんが好きで。そう、ひいおばあちゃんが大好きで、あの私が3歳ぐらいの時から、このひいおばあちゃんが歌うひばりさんの曲を聴いて、で5歳ぐらいからもう なんか口ずさみ始めて、そこからずっと大好きです。いやいい人から影響を受けましたね。そうですね、もういろいろめちゃくちゃ歌うまいですからね。そう、もう勉強することだらけね。あの声の抑揚とかね、素晴らしいですよね。表現も表情とかももう一つ一つが細かくて繊細で、あの演技してる感ね、なんかお芝居を見てるみたいな感じですよね。そうなんですよ。あのもう歌う曲によって動き方とかまでもこの変わっていくっていうのが、やっぱり女優もされていたので。そうですよね。すごいなって思います。それであとはまあ思春期に好きだったような人っていうのはどうだったんですか。あ、でもずっと美空ひばりさんが大好き で、であの、まあ、美空ひばりさん以外にもやっぱりこの山口百恵さんとか中森明菜さんとかが、はい、もうずっと大好きで聴いています。もう上手い人ばっかりですね。やっぱ歌唱力もちっちゃい時はうまい、この人すごいって思ったら、バッて調べちゃうから。ああ、やっぱり歌っていいですよね。いいですね。またゲストで来てください。ぜひよろしくお願いします。はい、ここ。梅谷ココアさんでした。あ、違う。なんだ、ココロさん。梅谷ココロさんでした。ココロでした。ありがとうございました。